オブジェクト思考統一モデリング言語クラス図クラス図とはソフトウェア工学の統一モデリング言語に含まれる性的な構造ダイアグラムである。システム内でのクラスの定義及びクラス間の関係の図式化によってシステムの全体構造を記述描写することを目的にしている。クラス図とソースコードの同期が可能なあるモデリングツールも存在する。 クラスの定義外部情報から構成される属性は、同質格とされ、で、ヘッドマーキングされる。アンダーラインが引かれた属性と操作は、クラスメンバーになる。クラスの関係性繁華、特化、ジェネラライゼーション、スペシャリゼーション繁華と特化繁華、特化は、クラス水準関係である。スーパークラス方向が繁華、サブクラス方向が特化になる。反価と特化は、イズウェイトされ、 半海図へ特化とされる。これは、半化型の変数に特化型のインスタンスを代入できることを意味している。スーパークラスは、親クラス規定クラスとも呼ばれ、サブクラスは、子クラス派生クラスとも呼ばれる。ウープ風に言うと、スーパークラスを、サブクラスが継承するとなるが、その継承は、リスコフの時間原則に沿った継承を意味しており、 そうではない差分プログラミング目的などの継承は特化では結べない。特化は実装継承と海面継承の混合である。繁化先になるのはクラスと中小クラスである。繁化、特化は白抜き三角の直線で表現され特化マイナス、繁化とされる。実現、実装、リアライゼーション、インプリメンテーション実現、実装はクラス水準関係である。 インターフェース方向が実現、クラス方向が実装になる。実現と実装は、イズウェイとされ、実現イズウェイ実装とされる。これはインターフェース型の変数に、その実装クラスのインスタンスを代入できることを意味している。インターフェースは、抽象メソッドだけで構成される、純粋抽象クラスである。インターフェースは、クラスの振る舞いモデルを投影したものである。インターフェースの継承は、 純粋な界面継承になり、これは実装と呼ばれる。実現、実装で結ばれていない他のクラスから見た、インターフェースは、サービスのプロバイダーになり、その実装クラスは、サービスのサプライヤーになる。実現、実装は、白抜き三角の破線で表現され、実装マイナス実現とされる。合成、コンポジション合成は、インスタンス水準関係である。A クラスが、 B クラスのインスタンスを持ち、その A インスタンスと B インスタンスのライフサイクルが共にされる場合が合成になり、A は合成オーナー、B は合成パートになる。A のコンストラクタで B も生成され、A のデストラクタで B も消滅する。合成は、はず A とされ、A はず AB とされる。合成パートインスタンスは、その合成オーナーインスタンスのみに保持されて、他オーナーとは共有されない。 したがって合成オーナー側の多重度は1になる。合成パート側の多重度は1か1になる。合成は黒塗り必種型の直線で表現され、合成パートマイナス合成オーナーとされる。合成線の両端には多重度が付記される。集約アグリゲーション集約集約はインスタンス水準関係である。A クラスが B クラスのインスタンスを持ち、 その A インスタンスと B インスタンスのライフサイクルが別々の場合が集約になり、A は集約オーナー、B は集約パートになる。集約は、はず A とされ、A はず AB とされる。合成とは異なり、集約パートインスタンスは、集約オーナーインスタンスとは関係なく、コンストラクタとデストラクタがなされる。集約パートは、集約オーナーから自由に分離されて、また自由に追加される。 集約パートインスタンスは複数の集約オーナーインスタンスから重複所持されることもある。また集約オーナーが一つも所持していないこともある。したがって集約オーナー側の多重度は0、1や0、1や1になる。集約パート側の多重度は0、1になる。これが0、1の場合は弱い集約として関連の方にされやすい。集約は 白抜き皮脂型の直線で表現され、集約パートマイナス集約オーナーとされる。集約線の両端には多重度が付記される。関連アソシエーション関連関連はインスタンス水準関係である。これには誘導可能性弱集約反映性の3通りの意味がある。A が合成所持の B インスタンスのメソッドを呼び出す場合、A は B に関連している。 A-BA が集約所持の B インスタンスのメソッドを呼び出す場合、A は B に関連している。A が B インスタンスを主に0、1か10度で属性に持つ場合、A は B に関連している。A が B クラスの型情報を属性に持つ場合、A は B に関連している。A がそのメソッドのリターン型に B クラスを用いていて、そのメソッドがパブリックかパッケージの場合、 A は B に関連している。A インスタンスと B インスタンスの状態変化が互いに反映され合う場合、A と B は関連している。A、B 関連は直線や印で表現され、関連元対関連先とされる。関連線の中央には役割名が付記される。関連線の両端には多重度が付記される。関連元側にはオーナー標識が関連先側には、 可視性プロパティ名が付記される。関連線の矢印には以下の種類がある。単方向矢印から関連元が関連先のメソッドを呼び出す。関連元が関連先を所持する。双方向矢印双方が互いのメソッドを呼び出す。ただの直線双方の状態変化が互いに反映され合う。関連の単方向矢印は合成。 集約の線と重ねて引かれることがあり、これは所持インスタンスのメソッドを呼び出すことを意味する。依存ディペンデンシー依存インスタンス水準関係の依存とは、B クラスのインスタンスの状態の変化が A クラスのインスタンスの状態の変化に反映される場合、A は B に依存しているとなる。A-B この依存は単反映性の関連でもある。この場合の A はクライアントソースとされ、 B はサーバーターゲットとされる。依存は破線や印で表現され、依存元単依存先とされる。依存線の中央にはその意味をで囲って記せる。依存ディペンデンシー汎用関係の依存は合成、集約、関連よりも弱い関係とされている。汎用関係の依存には複数の意味がある。A クラスがそのメソッドのパラメータ型に B クラスを用いている場合、 A は B に依存している。A-BA クラスがそのメソッドのローカル変数の型に B クラスを用いている場合、A は B に依存している。A クラスがそのメソッドのリターン型に B クラスを用いていて、そのメソッドがプロテクテッドかプライベートの場合、A は B に依存している。汎用関係において A が B に依存するとは、B クラスの構成の変化が、 A クラスの振る舞いの変化に反映されることと考えると分かりやすくなる。依存は破線や印で表現され、依存元単依存先とされる。依存線の中央にはその意味をで囲って記せる。多重度は合成、集約、関連の関係線の両端に付記される数値である。A クラスと B クラスの間に関係線が引かれる場合、 A インスタンスの参加想定数値と B インスタンスの参加想定数値を記すことが多重度である。ありがとうございます。